はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC ヌカワールド続きやっていこう。見た感じ全くヌカワールドではないんだけど、現在ヌカワールドにつながるトンネル内の中、トンネル内の中、なんかヤバそうなリーダーの人の声がずっと耳に入ってくるんだけど、またトンネル内を通っていかないといけないんだが、これ感圧式のトラップだ。これはこっちは、おお、トラップばっかりだ。今のところまだトラップには、あ、前回引っかかってるわちょっと待って、こっちは何がある。うっとった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 、あー、そうきたかえ、どこにあったトラップ今。え、まだある、ない。おお、なんでパイパーちょっと怒ってんのなんだこれは、アニマトロニックエイリアン。あ、フュージョンコアの音が。俺、爆弾だ。さっき爆弾爆発したのこれか。こんなの見えないな、後ろから言ってたら。これもだ。これは解除したもんね。ん？あ、モンスターこれか。オッケー。え、これなんか中にあるか。やった。ん？10ミリピストル。ん？ん？これは。セーフ。さっさと白い言われてもな落ち着いて歩いていかないと。こっちだね。ん、詰まってる。ん、あれ詰まってる。なんもない。お、これ取ったらなんかまたトラップ発動するとかじゃないよな。取る。ちょっと暗くなるだけ。危険度を上げる時だ。これを生き延びられるかと見てみよう。グールにはならない。おっと、よし、出れるかな。セキュリティゲート、オッケー。お、グレネード。とっとっと、おい、またかい。どこ。さっきのあの即席爆弾だとバッツに引っかからないから目視で探さないといけない。あった。オッケー。あ、ここにもある。これは引っかかるやつだ。ん？おっと、これは全部ギャラク、ん？ギャラクトロンっていうのか、ここのやつは。え、これ近づいたら出てくるとかじゃないよな。地雷。ん？ハッキングだと？何ハッキングって？あ、ボルトテック製。え、これ起動したらどうなるのこれ？敵対か？じゃない。へぇ。え、こいつらハッキングしておきたいんだけどな。悪なら。なんか爆発したんだけど。地
地雷多くないかちょっと。ああまたある。ああ、いや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 、地雷が多すぎる。なら、グレネード投げとけってやつか、これ。あ、車が。車？うわぁ！なんか吹っ飛んできた。地雷。どれだ？ここにもある。おぉ！ど、お、あれ？待て、ちょっと落ち着け、これは。これは下に落ちたらまずそうなやつだな。でもこれ元から折れるやつだったのかな？そういうわけじゃない。そういうやつかも。エキスパート。いいね、OK。おお。パイパーは多分ワープしてくるでしょう。今の落ちたらどうなったんだろう。あ、こっちに道がある。何この卵みたいのは。マイヤラークの卵。なるほど、そういうことか。あ、行かなきゃよかった。マイヤラークがたくさん来るよ。あ、でっかいのも来てるよ。いやうわー、もう一体来てる。たくさん来てる。クリティカル。最近あまりバッツの助けに来る人が来ないんだけど。出て出て。よし、うん、トラップだぞこれは。 OK。 あ、これもトラップだ。もう立場をわきまえてじゃないよ、トラップ多すぎるよ。これもだ。どんどんアイテム溜まっていくな、これだけで。この通ざりでの、待って、グレネードじゃんこれ。危ない。待って、伝説のマイヤラークがいた。待って、これいつ引っかかってもおかしくなかった。これ待って待って、伝説は逃がせない。リロード、痛い。ロード、オッケー。凍結できる防具で、たくさんグレネードが吊るされてあったから、しゃがみつつ、はい、ほい、これもだ。これ1個でも落としたら一斉に爆発するわ。これか。待って、パイパー、パイパー、あんま近づかないで。またある。んで、これは、これか。お、あれ、取れない、取れない、取れない、畜生。ちょっと待って。こうなったら、これだ。ワイパー、どうセーフ。とりあえずこれで通れる。通れない、通りたい、通れる。よし。ん、え、な、待って、何？
ガスだと。え、ラットローチ。ああ、だって。これか。まずいまずいまずい。スティンパックはあるけど。これか。ああ、待って。熱い。いや、まずいよ。ちょっと撃っただけでもなんか火が。ならハーベスターだ。お、これはなんか拾った。どうしたらどうしたらいい。ん、これか。これか。エキスパートだ。待って、ラットロッチが。オッケー、 SMG ゲット。あー、待って待って、ラットローチが多いよ。と、また武器ゲット、ね、あんまり荷物持てないからちょっとパイパーに預けないと。で、これハッキングだ。大変だなこれ。最後、よし、これだ。で、このびっくりマークがついてる、これは一体なんだ。これなんでもない。よし、開いた。これで出れるが、ちょっとパイパー荷物がいっぱいなんだ。おい、どこに。これでよし。さあ、毒部屋、ガス部屋から脱出して整備倉庫。お、なんか飛んでるんだけど、アリ。素早い。お、謎の人物が久々に来た。あなたもヌカワールドに来てましたか。いや、出て、アリが、でっけえアリ。上、当たってない。アリの肉、これで料理して食えるのか。なんだか見た感じコーヒーカップなんだけど、いろいろ作ってた建物か、これ。会場、うん、OK。 なんか音楽がちょっと悲しいような。こっちの部屋はもう、あ、ん？なんか喋り声が。お？待って、順路は多分こっちだ。なんでもない、ちょっとこっちを先に見たい。あ、施錠されてるのか、なるほど。テーマパーク近いか、そろそろ。あー見てて、あ、なるほどね。え、こいつ強いやつかもしんないな。あ、あーって、強い。どこ行った？難易度高いな、これ。グレネードはちょっと全部これやっちゃおう。待って、パイパーがダウンした。強いやつが一人いたぞ。
ここらない。いた。オッケー。レッドアイってやつか。とトラップがある。おお、見て見て。反撃か。オッケー。ホーラーカーアリーナ。あ、なかなかつかない。わっ、え、ありゃ敵だ。ちょっとパイパーさ、くそ、待ってろ。わかった。それならここにいる。そうだ、そこにいてくれ。なんだここは。なんか作ってるよあの人。もう繋いだか。え？さあどこに。え、ボルトスーツか。冗談だろ、バレてる。ボルトの居住者でここまで来られるやつはいない。仕組みを簡単に説明しよう。お前は準備をして見た目を整え、それからここにいる連中にショーを見せろ。ショー？お前の脳みそを壁にぶちまけるってショーだ。いや、やだ。このスーツのおかげで勝つのは俺しかありえない。ここまで来られたから強いとでも。ふっ、間抜けだな。よしゲイジ、通してやれ。かなり楽しくなりそうな気がするぞ。コロジアムじゃないもんこれ。ロッカー室に行く。ああ、もうロッカー室がこれかよ。壁のインターコンを見つけろ。急ぐ。インターコン、これでは。誰だ。俺があんたを生きて逃がしてやる。だからよく聞け。これモノレールでも話しかけてきた人が。話を聞こう。わかった、聞いてる。それでいい。ん、いいか、ここまで来たんだから腕はいいんだろうが、この戦いは公平じゃない。わかるな。コルター総支配に奴のパワーアーマーは周囲の電力網からエネルギーを引き入れてる。あれは無敵だ。思いつきそうなことは全て試された。ミニガン、グレネード、全く効果なし。わかるか。奴を倒す方法はどうやれば倒せる。勝ちたいだろ。ロッカーに武器を隠しておいた。手に入れろ。なるほど。用意周到。あれ、なんか一瞬ミニニュークがあった。ヌコランチャーでも倒せないのか。ランチャー今回持ってきてないけど。ビンゴだ。お、サーストザッパー。なるほど、これを使えってことか。あ、電気だから水をたんまり与えてやれと。装備しとこう。ウォーターってなってるけど、これでいいのか。ゲージ、これは水鉄砲。まあそれが何に見えようが、とにかく信じてもらうしかない。冗談か。実際のところ何の冗談だ。いや、完璧な武器だ。完璧な武器。コルターの電気を帯びたパワーアーマーに水が当たれば回路はショートする。その間は無防備だ。だがダメージを与えられるのは電力が回復するまでのわずかな時間だけ。奴を倒したらガントレットで時間を過ごした価値があったと思えるはずだ。皮肉を言う。脱水症状にならなければ勝ったも同然だな。まあ奴に選択権はない。よし、時間だ。扉を開く。終わったら会おう。わかった。なるほど。だから爆発ピストルと水鉄砲コンボで使っていくのがよしかな。で、なんだかフュージョンコアの音がする。おお、あった。
リーナへの電力は 30% 減。あ？なんだか悪くないな。なるほどね。止めたからか今これ。実は他にも止めれるものがあったりする？ないか。ああ来てしまった。デサイプルド、血を見たいか。結構いるし人。回復して、いや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 、コロジアムだよこれ。待てよ、なんかいいもの食っとくか。ありそうなもの、あんまりいいもの持ってなかったな。そしてお前、え、私か。あ、いた。とりあえず水鉄砲だ。よし、んでこの瞬間にスローモーションと、そしてちょっとねゆっくり戦闘していこう。プラズマこれでいこう。これ持ってどうだ。おや、結構いけるかこれ。あっという間だった。マジか。おい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 、総支配人、総支配人こんなものだったのか。おお、え、近くの敵にエネルギーダメージを与える。パスワードもゲット。メイソン。どういうことか分かってるんでしょうね。いやでも倒しちゃったし。彼はガントレットを生き抜いた。俺の時の僕だけの知恵があり、コルターを殺すだけの力を持つ。この人か。まさに敵材だ。違う、あ、この人は新しいリーダーに敬意を表すべきじゃないか。あ、敬意は自分で勝ち取ってもらうしかない。そうだな。いや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 、おう、あ、どうもどうも。いいだろ、さあ出て行け、ボスを案内しに。あ、監修が帰って行く。名前が分かった、知っているやつだった、一緒に育ったんだ。だが人生は無茶苦茶な方向に進んだ。うん、奴は大きな借金を抱えた。とりあえずあなたが最悪の気分だよ。言った通りだろ、うまくいったな。総支配人に死んでほしかったのか。本当に総支配人に死んでほしかったのか。まあいなくなりゃよかっただけだが、同じことだろう。とにかく厄介払いできた、計画は成功だ。オッケーなかなかの計画だったな。だから言っただろう、うまくいった。何もかもが一気に起きて、何が起きてるかさっぱりだろうが、しっかり聞いてくれ。コルターの排除は急に決めたことじゃない。内部で数人がずっと計画して起こしたことなんだ。実際に奴がいなくなった今、総支配人が不在という状況になった。それでだが、その仕事をあんたに任せたい。とにかく俺を信じて試してみてほしい。絶対にその価値はある。私が支配人？俺が仕切るのか。最初はここへ誘い出しておいて、今度はここを仕切れと。そんなところだ、説明しよう。ヌカワールドにはレイダーのギャングが3つある。ディサイプルズ、オペレーターズ、パックス。もし名前で気づかなかったなら言っておくが、ここのギャングは普通のレイダーじゃない。連中は互いに友好的でもない。コルターのおかげでこの場所は一触即発の状態だ。一つ動きを誤れば大虐殺の事態が発生することになる。あんたには事態を一転させてギャングたちが互いに潰し合うのを防ぐ力量があると思う。これはファーハーバーと同じ、すべての勢力を友好平和的にさせるっていうあれなのか。ちょっとそういうの苦手なんだけど。面白そうだ。面白そうだ、任せろ。その息だ。質問は山ほどあるだろうが、ここではダメだ。
総支配人の部屋、古き良きフィズトップマウンテンの頂上にあるレストランがあんたの新しいネグラだ。そこで話そう。扉を開けさせてくれ。ほら。扉？あ、ここ。Taken for a ride 完了。じゃあもうこれであとはここから出ていけばヌカワールドのテーマパークに行けるんだな。総支配人の居住区でゲイジと話す。オッケー、じゃあつまりあれだな、トレーラーとかであの楽しそうな雰囲気だったテーマパークはそんなもんありませんよってことなんだな。おっと、それじゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回テーマパークの方の居住区もあるということでそっちの方に行ってみよう。はい、ご視聴ありがとうございました。